まず最初はやっぱ 大きなネタ、あの本当の大元のネタというか、多分大元の設定というか、そういうとこをまず本当 1,2 行で終わるような、そのネタを考えるとこからスタートしますね。なんかそこのネタが結局その後ゲーム作ってる時に 2,3 年付き合わないといけないというか、結局そこが崩れちゃったら全く大きく変わってしまう部分なんで、そこは本当なんていうか、思いついた瞬間とか人に伝えてもこうワクワクするというか、そこをまず突き詰めて考えますね。僕は結構毎回決まってて、机の上でずっと考える。で、多分1週間ぐらい考えてあんまり出てこないで、その後にちょっと諦めて、結構インプットすっごいするんですよね。なんか映画見たりとか漫画見たりとかアニメ見たりとかで、インプットして、あこれ面白いこれ面白いとか思ってる間に、あじゃあなんかあのネタこうしようみたいな感じで、ちょっと一回脳を休ませると結構出てくることが多いですね。よくわかんないけど面白いっていう意味では、やっぱデビッド・リンチとかがすごく僕は影響を受けてるところがありますね。自分でシナリオを書いてると、やっぱ結局シナリオってどうしてもこう構造的になってくるというか、まあ、こういうことがあったから後半にこういうことが起きますとか、前半に主人公こういう気持ちだったのがこういう出来事があってこういう気持ちになりますって、どうしてもそのなんていうんですかね、ちゃんとこう組み立てて作っていくものなんですけど、逆に僕がユーザーとして見た時に、そういう構造を全く無視して面白いと思ってしまう作品とかにはすごく嫉妬というか、すごいなと思ってしまいますね。キラーセブンとか、あの辺とか、まあ真似はできないなっていうか、構造無視というかそういうところはすごいなと思いますね。まああとはアニメで言ったら、あの生原監督っていう、まあ、アルピングドラムとかウテナとかを作ってる監督のシナリオとかちょっと真似できないなっていうか、基本的にはゲームのメインはシナリオだと思ってるんで、あのユーザーのプレイとかそういうあのアクション部分っていうのは基本的にはシナリオのための演出だというふうに割り切ってはいるんで、ただその演出を最大限に使ってシナリオを最大限に面白くさせようとは考えてますね。やっぱり没入感ですね。その没入感を一番最初にこう掴むのがシナリオかなとは思ってて、やっぱゲームってすごく他のメディアに比べて膨大な拘束時間を求めるものなんで、まあ、最低でも20時間30時間みたいなところだったりするんで、そういう意味ではあのストーリーで没入感を作って、あのユーザーを引き込んでその世界に浸らせるっていうのに一番使えるのがシナリオかなと思ってますね。デスゲーム、はっきり言ってしまえば命をかけるゲームなので、人を殺すのに動機とか全くいらない。なので殺人という行為がすごく軽いところが僕は正直惹かれるところですね。やっぱ殺人の行為とかこの動機が重いと、どうしてもこうリアルというかものになると、どうしても罪悪感というのは感じてしまうんで、そこはこうゲームはゲーム、現実は現実でこうパッキリ分けて考えられる人がやるべきプレイするべきものだとは思いますけど、だからそこの命の軽さ、命のやり取りっていうのがすごい好きですね。究極のブラックジョークみたいな感じなのかな。もちろん現実世界で人なんて殺せないし、人殺しなんて相当重いことじゃないですか。ゲームでそれを軽々しくやってしまうみたいな、そういうブラックジョークみたいなところがなんか個人的には好きですね。まあやっぱりバトルロワイヤルですね。あれがもう何よりの始まりだと思うし、世界的にもあれより前にあったんですかね。バトルロワイヤルが一番衝撃的でしたね。あれも当時すごい日本ではあの賛否両論というか、映画化もされたんですけど、その映画監督の深作欣二さんが国会に呼ばれて、どういうこんなものを作ってどういうつもりだみたいなのもありましたし、あと原作の小説が出た時ももう有害図書扱いみたいな風になってましたから、逆にそういう騒動は僕はすごい
素敵だなっていうかふうに思っちゃうたちだったんで、そっちに惹かれましたね。自分は今までずっと一人でシナリオを書いてきたんで、このやり方で合ってんだろうなと思ったんですけど、今結構複数人で書いてるシナリオもあったりして、そうするとみんなにそういうやり方なのはちょっとびっくりされたんですけど、基本的にはキャラクターはあんまり決めないで書いちゃうんですよね。どんどん結構先の方まで進んでからやっとキャラを固めるというか、そういうやり方をしてって、まあ、というのもまずキャラ設定考えてから書いちゃうと、もうそれ通りにしか動かないから、なんか振り幅がつまんないなと思っちゃって、なんかそれよりももっと書いてて、こっちでここでこういうことしたらこいつ面白いかもしれないみたいなのをどんどん膨らませて書いて、もう好き勝手書いてって、やっと後半まで行って、じゃあそろそろ固めようかなみたいな感じで固めていくんで、ただまあ複数人でやってる場合はキャラ設定くださいとか言われるんですけど、そんなものがないみたいなふうに答えてやってますね。だから、うん、結構自由に遊ばせながら肩書くって感じですかね、キャラクターが。ゲームって長い時間、拘束時間を使わせるし、途中でやめてしまって、でまた翌日再開するみたいなことが多いと思うんですよね。そういう時にまた戻ってこれたりとかできるようにするために、基本的にやめ時がないっていうのを一番心がけていますね。まあそれが必ず成功するかどうか分かんないですけど、基本的にはもう絶対やめ時がないようにこう作りたいなっていうふうには思ってるんで、あんまりだからなんでしょうね、ホッとするシーンを作るは作るけど、その後にまた引きを用意するみたいな感じで、ひたすらこう中断させたくないけど中断しなきゃっていう気持ちにさせたいなとは思ってますね。ずっとこうのめり込み続けるみたいなところを一番重視してますね。あとはちゃんと存在意義がある作品というか、何かに似ちゃってるよねとか、何かの二番煎じだねみたいなことはやりたくないなっていうか、うん、ちゃんとこの作品の存在意義みたいなとこは意識しますね。僕がそもそもやってることがこう漫画アニメもやってるし、ゲームもやって小説もやってっていう、そのまあこの間実写もやってっていう広く浅くみたいなところの人間だと思ってて、で実際問題、自分が作る作品も、まあ、弾丸論破しかり結構ごったにというか、いろんな要素をこうバーッと入れ込んだみたいな形だと思うんで、そういう意味ではそのある意味あれが流行ってるからちょっと入れてみようとか、そういう広く本当浅くみたいなところが逆に自分の強みかなっていうふうには思ってますね。